QM14 マリュートカはソ連で開発された対戦車ミサイルである。北大西洋条約機構の使用した NATO コードネームでは AT-3 サガーと呼ばれた。誘導装置などを含むシステム全体の名称は QK11 である。とても小型なミサイルであり、マリュートカという愛称がついている。対戦車ミサイルの第一世代にあたり、いてが、 照準機を除きながら、ジョイスティックで優先誘導するタイプである。基本型は、成形作薬弾頭を装備し、4 0 0、mm、トルの均質圧縁構想看板を貫通することが可能である。基本型は、不評の対戦車ミサイル版向け装備であり、BMP-1 不評戦闘車や BMD-1 空挺戦闘車、BRDM-2 などの走行偵察車両にも、 搭載可能である。また、ランチャーを介して、マイナス -2、ス -8、ス -24D など、各種ヘリコプターにも搭載された。QM14 ューとかは、不評が傾向する際には QP111、運搬ケースを使用する。このケースは、グラスファイバー製で、スーツケースのような形状をしており、ミサイルは翼を折りたたみ、弾頭を外した状態で格納する。 発射準備時には人間の手でケースからミサイルを取り出し翼を展開して弾頭を取り付けた後にミサイル後端部に誘導信号伝達用の細いん、本線を寄った導線を取り付けるケースは上面に発射レールを取り付けることでミサイルランチャーとしても使用されるが発射直後に地面や障害物にぶつかるのを防ぐためにやや行革をつけた状態で打ち出されるので 発射地点から500から800メートル以内では誘導ができない。ミサイルの誘導は QS415 誘導装置のジョイスティックを操作することで行われる。誘導装置はミサイルランチャーから最大15メートル離れた場所に設置される。ミサイルの最大射程は3000メートルであり1000メートル以内の標的を狙う場合は肉眼照準でも構わないが、 それ以上の距離の標的を狙う場合は QS415 誘導装置に取り付けられた倍率8倍の QS16 潜望鏡型照準鏡を使用する必要があった。QS16 照準機を装着した QS415 誘導装置 QK11 システムの欠点の一つには特に近距離におけるミサイルの左右の射程範囲の狭さが挙げられる。最大射程3トルでは 射角は、ランチャーの左右中心線から左右45度にまで、達するが、1500メートルでは、左右500メートルずつにまで射角が狭まり、500メートルでは、左右50メートルにまで射角が狭まる。さらに、QK11 システムでは、ランチャーと小巡機が別々に分離されているため、想定外の方角から現れた敵に対処するためには、小巡機だけでなく、ランチャーも、 別の人間が方角を合わせる必要があった。この他にも、命中率の低さやミサイルの飛翔速度が低いために、標的の戦車が何らかの対処を行う、時間的余裕を与えてしまうなどの欠点も指摘されているが、これらは、マクロス誘導方式を採用した他の第一、世代型対戦車ミサイルに共通するものである。このため、改良型の QM14P 型からは、 誘導方式をマクロスからザクロスに改め、より高速で飛翔可能なように、もっと強力なロケットモーターを搭載するようになった。現在では旧式化しているが、途上国では使用され続けており、コピー生産もされている。QK11 システムは、BTR を装備した自動車加速撃兵大隊,隊の対戦車小隊に配備される。同小隊は2個分隊で編成され、 1>, 1個分体は2個パンで構成される。また、QM14 マリュートカの最小射程よりも内側に入り込んだ敵の装甲戦闘車両を撃破するために、各対戦車班ごとに1機の RPG-7 と、その意見が配備されていた。また、BMP-1 や BMD-1 には必ず QM14 マリュートカが装備されていたため、 これを装備している部隊では1個分隊につき1個パンが存在しているのと同じであった。初めて QM14 ュートカが使用されたのはベトナム戦争である。1972年4月23日に北ベトナム軍が自軍に攻撃を仕掛けた南ベトナム陸軍を迎え撃つのに使用し、同軍の M48 パットン中戦車と M113 装甲兵員輸送車を それぞれ1両ずつ撃破し、2両の M113 に損傷を負わせた。南ベトナム軍の装甲戦闘車用は、QM14 対策として、発射を確認すると、直ちに発射地点から左右15メートル以内の地域を、手持ちの柿すべてを使って走射し、誘導要員の動揺を誘い誘導に、失敗するように仕向ける戦術で対抗したが、 後のイスラエル軍のように車両そのものの防御力を強化する方向での対策は行われなかった。QM14 マリュートカが西側世界から一躍脚光を浴びて注目を集めるようになったのは1973年の第四次中東戦争である。ソ連から兵器を導入していたエジプトとシリア、特にエジプト軍がこの戦いにおいて使用し RPG-7 と共に イスラエル軍の戦車部隊に対して多大な戦果を挙げた。第3次中東戦争時代のアラブの対戦車兵器の主力であった対戦車砲は偽装のために深い残豪を掘る必要があり方向転換が困難であったため、イスラエル戦車部隊の機動性や連携についていけないことが多かったが、QM14 や RPG-7 は、 砂漠によくある砂丘を利用して戦車の視界から隠れることが可能であり、方向転換も対戦車砲に比べれば容易であったため、イスラエル戦車隊の攻撃に柔軟に対処できた。この戦争の戦訓からイスラエル軍は不評や歩兵との連携を再び強化するようになる。また、メルカバの設計に徹底した防御力重視の思想をはっきりと打ち出すとともに、 既存の戦車の防御力強化の手段として、爆発反応装甲や床装甲を実用化するなどのヒート弾対策を急速に推し進めていくことになる。より能力の高いミサイルが開発され、ソ連での生産はそちらへ移行していったものの、QM14 ューとかは世界各国で生産され続けた。エジプトから入手した中国をはじめ、スロベニア、イラン、北朝鮮、台湾では、 コピー型の他独自の改良型も生産された。ロシア連邦でも改良型が開発されている。ワルシャワ条約機構の他アラブ諸国など世界各地で使用されたため、東側対戦車ミサイルの中では最も知られたミサイルとなった。第2次レバノン侵攻でもヒズボラが QM14 マリュート化をより新しい対戦車ミサイルと混ぜて使用した。最新の戦車に対しては、 性能が不足しているものの、なおも有効であると考えられているが、それにも、まして人地に対する攻撃で威力を発揮した。ソビエート連邦の傘下にあった、旧東側陣営の国々や中東諸国か、運用していることが多いが、西側陣営で唯一台湾が、独自の生産系を装備していたことがある。ソビエート連邦、ロシアスロベニアイラン北朝鮮中国台湾。 ありがとうございます。